大腸内視鏡カメラ、ペンタックス製、CCD 方式内視鏡は、主に人体内部を観察することを目的とした医療機器である。本体に光学系を内蔵し、先端を体内に挿入することによって内部の映像を手元で見ることができる。細長い形状をしている一般的なものなほか、カプセル型のものもある。また、観察以外にある程度の手術や、 標本採取ができる性能を持つものもある。同様の製品は医療分野にとどまらず、直接に観察しにくい構造物の内部の観察用に、学術、産業あるいは災害時の被災者発見などに用いられている。ただし一般に内視鏡というと医療用のものを意味し、ここでは医療用に限って説明する。医療用の内視鏡の先端、株消化管内視鏡と、 警備常部省下管内視鏡。共に、二つの発光部、カメラのレンズ、監視光、早期、送水光が見える内視鏡検査室の例内視鏡の歴史は古代に遡ることができる。しかし、現代において見られる内視鏡の原型となった機器は19世紀に登場する。創世時は高生鏡であり、1804年に、 ドイツのフィリップ・ボッチーニがライチャライターを開発し、直腸、膣、尿道、耳、口腔内等の観察を行った記録を最初として、1853年にフランスのアントワーヌ・ジャンデ・ソルモがエンディスコープを開発し、膀胱や尿道の観察を行った。その後1868年にドイツのフライブルク大学内科学教授のアドルフ・クスマウルが名言スピーク・イグロンで 剣を飲む芸をする大道芸人を対象としてではあるが、世界で初めて生体の胃の観察を行った。1898年にドイツのフリッツ・ランゲとメルチングは、一本のフィルムで多数のコマ撮影ができる胃カメラを発明し、臨床で15例に使用して、胃壁の撮影を行った。南西管の先端部分は、フィルム格納部、レンズ部、ランプ部から構成されていた。 その後、1929年に、オーストリアで、ガストラフォートアというハリアナ式立体イカメラや1931年に、ドイツで、イカメラが製作され臨床で撮影が行われたが、いずれも臨床診断に使用できるような機器ではなく、実用化はできなかった。1932年に、ドイツのルドルフ・シンドラーとゲオルク・ボルフは、南西医協を開発した。証明は、 豆電球を使用し、先端に近い全長の約1、3の南西部分は内部に多数のレンズを配列し、約30度曲げることが可能であった。レイブクウントアトラスでアガストロスコープという本を出版したシンドラーは、異教の父と称されている。胃の観察が行われたが、胃全体を観察できない、患者の苦痛が大きい、非常に故障しやすい。 先行のリスクが高いなどの問題があった。1950年10月28日、東京大学医学部附属病院分院の副主だった、宇治達郎とオリンパス工学工業の杉浦六夫、深見正春が、極めて小さなカメラ本体及び光源を南西管の先端に取り付けた国内で、初めてのイカメラ、ガストロカメラ GTI を開発した。同年に3人を、 発明者として、腹興内臓機撮影用写真機の名で特許が出願され、1954年に発明協会から創立50周年記念全国表彰として、朝日新聞発明賞を、1990年に吉川栄治文化賞を受賞している。この開発の経緯は、2000年4月18日に、日本放送協会のプロジェクト X、挑戦者たち第四回、 ガンを探し出せから完全国産、イカメラ開発として放映された。また1980年に吉村明が読売新聞の長官に小説、光る兵器画として連載しており、1981年に新庁舎より出版された。日本機械学会では、オリンパスガストロカメラ GT-1 を機械遺産第19号として認定した。だが、宇治は、 父親が開業する委員を継ぐため大学を去り研究を中断した。東大病院分院の木所務と今井幸之助は研究を引き継ぎカラー撮影の研究を行った。当時の胃カメラは故障が頻繁に発生し臨床現場では使い物にならなかった。1953年に東大病院本院の田坂内課8研究室の咲田隆夫、足沢新独たちは イカメラの研究をはじめ、カラー撮影の実用化研究、撮影技法の確立を行い、イカメラ改良の提案と要請を重ねて1956年にイカメラを実用化し、撮影技法や画像の読影法を講習するなどの普及活動を行った。これらに、オリンパス工学工業から中坪久を、松橋明をはじめとする技術者や関係者が協力した。 本院の田坂貞高は、この研究を評価し積極的に講演した。1958年、イカメラ検査に健康保険の適用が認められた。先田と木どころの相談により1955年に発足したいカメラ研究会が発展し、1959年、第1回日本イカメラ学会が、海長田坂の下で開催された。 イカメラは内視鏡医療の基礎を築いた。現在でも上部消化管内視鏡を総称して、俗にイカメラと呼んでいる。1960年代になると、光ファイバーを利用したファイバースコープが開発され、医師の目で直接胃の内部を観察することができるようになった。イファイバースコープには、 銀園カメラが取り付けられるようになり、客観的な検査結果として他の医師にも写真を共覧できるようになった。1970年代から使用された直視型のファイバースコープ1970年代にはスチルカメラ付きファイバースコープが広く用いられるようになった。電子機器の発達に伴いスチルカメラにビデオカメラを取り付けた機種や CCD センサーを取り付けた 電子内視鏡が登場し、現在多くの病院で使用されている内視鏡の原型が誕生となった。ビデオ装置を用いると複数の医師やコメディカルスタッフが同時に病変を確認することができ、診断と治療に大いに役立った。世界的に主流となったオリンパスはモノクロ CCD をプロセッサー側に使用し、3色の光を連続的に照射して、その反射光を プロセッサー側で合成するという方法を採用していた。対する、フジノンは白色光を照射し、カラー CCD カメラを採用していた。いずれにしても、この頃の機種は光ファイバーで画像をプロセッサーに送っていたので、解像度は光ファイバーの密度に左右された。やがて CCD はカメラの先端に内蔵されるようになった。また画像処理のデジタル化が進められた。 大腸内視鏡カメラの操作部。同心円のダイヤル。左から左右アングルロック、左右アングル、上下アングル、上下アングルロック。大きなボタンは上側が吸引、下側が早期、送水ボタンその後は超音波センサを取り付けた超音波内視鏡が登場したり、センシング技術の向上だけでなく、南西幹部の改良。 内視鏡的処置を行うためのサブルーメンの追加など、内視鏡を直接治療目的で応用するための改良も行われた。画像精度、画質は映像機器の発達とともに大きく発展し、ハイビジョン撮影や拡大内視鏡による拡大観察が可能となってきた。また、内視鏡の再経化も進み、警備内視鏡も登場した。2000年代になると、イスラエルのギブンイメージングや、 日本のオリンパスがカプセル型の内視鏡の開発を進められ、2007年4月には日本においてもカプセル内視鏡を用いた画像診断システムが実用化に至った。一般に以下に大別される。直接接眼レンズを除いて、あるいはビデオカメラを接続して、モニターに映して観察する。光源は体外の制御装置側にあり、 光ファイバーで光を導いて先端部から照射するものが一般的である。LED 照明を内視鏡先端に内蔵したタイプも実用化されつつある。一般に以下の種類が製品化され存在する。一般に高等ファイバーと言われている。一般に自備咽喉化にて微空、咽頭、高等、食道を観察する。気管相関の際に用いられる。 高等教とは異なる。一般に呼吸器内科にて用いられ、機関及び気管支を観察する。一般に消化器内科にて用いられ、食道、胃、十二指腸までの上部消化管を観察する。軟性鏡が使用される。胆管、膵管を増援する検査の RCP に特化した内視鏡。軟性鏡が使用される。胆管や膵管の増援や処置に使用される。 広報者指鏡のみが使用される。特殊な内視鏡としては、親子ファイバーという製品も存在し、それを使用することで、単管内部の観察まで可能になる。しかし、効果的な洗浄ができない可能性があり、多剤耐性菌の電波リスクが生じるとして、米食品医薬品局は、2015年2月19日に安全性通信を発表している内視鏡先端に、 バルーンが設置されているタイプである。種類としては、ダブルバルーン内視鏡とシングルバルーン内視鏡が存在する。一般に消化器内科にて小腸を観察する。軟性鏡が使用される。株内視鏡とも呼ばれ、一般に消化器内科にて直腸から結腸を観察する。軟性鏡が使用される。胸口内を観察する。肋骨の間を、 1> 約1センチメートル切開し内視鏡を挿入する。強光鏡を用いた肺や重核の手術は、切開層が小さく、体への負担が比較的軽いとされる。構成鏡が使用される。腹腔内を観察する。構成鏡が使用される。多くの場合は、へその横を1から2センチメートルほど切開し、内視鏡を挿入する。腹腔内はスペースがないため、起伏が行われる。 尿道及び、膀胱の内空を観察する。高性教と軟性教があり、目的、性別などにより使用する、内視鏡を選択する。尿道口から挿入する。前立腺肥大症や膀胱腫瘍では、内視鏡手術が広く普及している。一般に、経費的と傾向的があり、胆管の内腔を観察する。胆道病変に対し行われることがある。関節の観察。 処置を行う。関節鏡とは異なり、関節口内へ侵入するのではなく、皮下組織や筋肉といった関室を分け入る。検査で用いられることはなく、脊柱管筋膀の疾患である、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の治療を行う。肝動脈の観察、処置を行う。肝動脈内病変に対し行われる。脊柱管狭窄症や、 椎間板ヘルニア等に用いられる。一般的に内視鏡を用いた主義、治療は大きく分けて以下の2種類に大別される。主に内科学領域において行われる内視鏡を用いた治療全般を指して使われることが多い。主に以下の治療がある。主に外科学領域において行われる内視鏡を用いた手術全般を指して使われることが多い。内視鏡手術は 手術層が従来の回復、開胸手術等に比べ小さく、術後の過小期間を短縮することができ、近年多くの手術で普及している。一般に以下の術式がある。内科学、外科学相方の医師によって内視鏡を用いたコラボレーション治療。主に以下の治療がある。ありがとうございます。